トを寄せています。そうですね。さあ、キングまで詰めていく。ドアも開いている。ラスがまだ一人。マンチキンがヘッドハンターで返す。お互いのヘッドハンターが光る。マンオスのトレード。メイがデポを仕留めます。ホールを守り抜く、ポポ勝ち。さあ、ワンオフォーです。ゼータディビジョン残りは1名、クロウ。逃げ場はありません。レンガ裏。勝負出る。会場。そこは阻止しましたが、アステルがすぐさまカバーに入ります。まずは1本目、取得したのはクレイジーラクーンです。クレイジーラクーンチームとしての対応力が本当に良かったですね。はい。一人で置いていることが多いですからね。この距離のブルドック、非常に精度は高いです。デルインド。レプター、それほどダメージは入っていません。ショックボルト。ああ。おー、ここ落とさらず。武器を1本取ることも可能な状況。まずは相手の寄りを待ちますね。そうですね。カバーが出てくる可能性があるので。ではこれで。うわ、すげえ。2人目。しかも位置も映って。フリッジした。ヘタタ全て打ち込んでいく。味方がカバー。トラップに気づかれた。ホール抜けからの A。残ってるのはマンチキン。武器はマーシャル。どれだけ粘れるか。いやー、刺さった。刺された。デップがプレッシャーをかける。もうお前に逃げ場はないぞマンチキン。いや、こじ開ける。アセロのカバーが間に合います。ラスが3人目です ね、飛ぶべきだと思います。ああ、飛びますね。勝負するか。おお、4人抜いた。あのだ、おっと、トラップ。そしてメイ上からかな。返したのはデップ。取り返した。お互いのトレードが続きます。4対4。メイが生き残ってる限りは、まあ、B まだ残ってるというのが確定していますからね、はい、ここで A ないんじゃないかっていう判断。クレイジラ君、さあ、ベディが入る。またメイだ。 B でキャリアだ。リコンボルト。先頭はテップ。逃げても無駄。ここでシーカーです。毒を消すわ。天のシーカーが放たれました。それと同時にデップがさらに B サイド侵入していきます。抑えたのはメイ。3人抜き。おー、うまい。シュガーセルが広げていましたエリア。ここで広げてくれたおかげで A に回れると。設置はできますね。ただ、はい、ようこそ私の手間。そうですね。しかも位置も手前を押されるような位置で、問題は設置位置がいつも通り。こうなると人数差も埋めれたか。2対3です。3名での取り返しはクレジラ君。結構射線を切るような使い方をしましたね、うん。左側のピラミッドの手前を囲むようなこのバイパースピット。ゆっくりポポガチが入っていきます。スネークバイト時間を稼ぐ。会場を鳴らしてフラッシュを返します。さあ、点フラッシュをもらって足音は聞こえています。左側にいるのはバレている。出てこいと。しかし点が打ち返します。ゾーン2。ただポポガチ、アステルがキルを取り、そのまま会場に A のハサミになりそうです。ゴールドマークを破壊。フラッシュ、スモーク、フラグメントが来ていますが、その上から、そしてマンチキンが守り抜く。そしてネス、硬いですね。返してきたの点。カバーは間に合っています。ワンオスリー、残ったのシュガーゼロ。まず1人、ワンオツ。壁を消すわ。後ろにもしっかり警戒できています。1対1を作り出すようなポジションを探しています。わかんないですね、これ。スパイク取って設置するのも間に合わないかもです。足音が聞こえて、マチキンが対応。シュガーゼロを落とし、ラウンドを取ったのはクレイジーラクーンです。ホールドローンがボールに回ってる音を聞いて、用意ドンと。非常にいいタイミングではありましたが、うん、さあ、ここセンター、ピークシャット稼げるか。あ、うまいですね。ドバイ振ってくる。フラッシュ。見られましたね。視界は戻ってきた。まずは1人抑えて。裏に対応したいところ。デップ、ブレードストーム、上がる。位置は分かっている。シュガーゼロがアステロを抑えました。4対3。シュガーゼロはスポンガーに詰めていく。いや、ここは隠れる判断です。相手を待ちます。合わせたハンターズキュウリ、ポポガチです。あー、敵はさせません。場所は分かっている。シュガーゼロ2人目。スパイクを設置。さあ、ネスマンチキン囲まれていますが、マンチキンがなんとか鉄砲返しました。ツーオンスリーです。ラスのポジションが強いですね。1人押さえて、ツーオンツー。ここですね。残り1。ネスを押さえて、残ったらマンチキン。可能だ。素晴らしいランデブー。さあ、ワンオンツー。3人目、ワンワン。いやー、最後はマチキン4人抜き。頼れる男は違う。まずはエルボーから上がってきます。早めですね。ゼータミトに4名。敵を見つけ。ここはシーカーです。再び B のハサミになりそうですが、スモークを抜いたのはマンチキン。衰弱が入ってんだろと強めにプレッシャーをかけていきます。
デブがサイドからマンチキンを落とす。スネークバイトが飛んできます。まだアスラは隠れていますが、ここはラースが抑えた。スポン側から2名、そこをしっかりディグして見ているのはデップ。シュガーゼロが設置したのでアルティメットが高めます。バイパスピット、うまいですね。今うまいですね。アビリティの時間も計算しながら相手が油断しているところをしっかり攻めてきました。転がすようなフラッシュダイブ、熱が入る、ここ勝ちが入る。毒の沼が降りてのワンオーツー、残ったのはラスです。時間を稼ぎたい、苦しい、逃げれる場所はない、会場は聞こえてる。最後はネス、先ほどやられた分ここは外したが一旦なんでもできます。さらにアステルがすぐさまカバー、インドのラズを抑えました。ネスが使う KO、デップ見えましたね、ジェットの姿が見えました。超向いてる、また一人待ったなしのヌルコマンド。残り1名、さあネスからは逃げ切れません。残ったのはクローです。ワンオーファイブ、あと30秒、囲まれています。ホールを詰めているのはポポガチ、登ったところ倒した、左肩が見えました。しかしどうでしょうか、もう設置自体は諦めるかもしれません。最後出たところ、マンチキンがオペレーターであるあるですね、はい、まあ、もうポポ勝ち強いで済ませてもいいのかな。あと先ほども僕言いましたけど、ゼータの前、KO いないとなれば A の中の索敵が要因になりますが、さあ A にはオペレーター、オペレーター2本なんです。ランデブリキリ君見つかった、逃げ、むしろ逃げた先がちょうど同じ車線でしたね。ここでオペレーター1本が落ちます。シフトしてくるところ待っていたのはラズです。ラークしてますね、素晴らしいラークの動きですね。ハンターズヒューリー、ポポ勝ちキャンセル、詰めてきたラズに警戒しています。ラズ顔を出しません。ラズの動き今のうますぎましたね。もう1歩2歩3歩いやって止まって戻りましたね。そしていつの間にかスイッチ前にスクリーンを見て、バイパーがいる、出てこい3人目。最後は点ゼータ苦しいラウンド、トンネル内のフラッシュ、ポポ勝ち見えています。あ、このオフアングルでの見方をどうするか、エルボーはすでに抜かれていることも警戒中。またラズは落しますね。ラズが目を落とした、うん、そしてポポ勝ち落ちえますが、天のカバーが早い。確かに飛び出し、扉がまた閉まる、接触も聞こえてる。マンチキンはゆっくりゆっくりスコープを覗きながら入ってきます。デップのこの位置ですね。いい立ち位置取ってますね。顔を出したところにいるのはデップです。一人倒してすぐしゃがむ、そこをしっかりクローがカバーします。クローがダブルキル、ラウンドを取ったらゼータディビジョン4変わりまして、すいません、アタッカーサイドにクレイジーラック、そしてディフェンダーサイドにゼータディビジョン、デップがハーストブラッド、メインを落としてのさらにフラッシュをもらって引けませんでした。ここアステルがカバーに入ります。4対4、本当に今 KO のフラッシュ受けるの難しいんですよね。そうですよね、うん、車線が多いか、ゼータディビジョン、ゼータディビジョン、ゼータディビジョンと黄色が並びます。ワンオフォー、残ったのはマンチキン、A サイトにまだ入れてもいません。スパイクは A サイト、ヘッドハンダーを2発鳴らし、ここはオーブを取ってテレポート可能、様子を見ます。ヘッドハンダーもあと2発、さらにはこれ10とシュガーゼロが右左ともう180度挟んでいますが、これマンチキン分かってはいません。はい、さあ10が釣って最後はシュガーゼロが仕留めると、ゼータが取れてますよね。マンチキン、そうですね、ミッド進行が一応あるので、ミッド進行、エルボー、これある意味ラズの後ろをつ、どこに投げた、このフラグメントどこなんですかね。ゼロポイントフラグメント、サイト内、ああそこか、なるほど、貼り付けないようにしますが、その点あえて近くで、近くで待つこと、ちゃんとフラッシュ待ちましたね。待ってますね、はい、メイがダブルキルです。今あえてフラグメントのギリギリの左で待っていたんですが、敵がクリアリングしないだろうという格納性を考えましたね。サネスがシュガーゼロを抑えて、残りはデップ、ワンオファイブです。ポポガチが裏を取っている、釣られたところ正面からアステルの登場です。そうですね、ただまあ時間的には早め、さあどういったセットを見せるか。まずはオールドローン、そしてスクリーンを焚きながらのエントリーになります。スクリーンが焚かれる前、デップがまずは前に出します。顔出した、スモークは2つ捉えきれない、メインがスモークを割ってデッポートします。10、そしてポポカチとキルを取って3対3、 B サイトはクレイジーラクーンが取得、うん、そこからネスが設置に入ります。取り返しゼータディビジョン、トンネル2、最後の1人だ、おお、カバー早い、ワンオツ、残ったのはクローです。鍵
チェックする。あー、安全に2人でメインが下がりましたね。さあここからの立ち回り非常に難しいところ。クロポポガチが窓、手前にはネス、二段構えです。クラッシュ、これは避けきれない。後ろからポポガチ、思ったよりクリジラ君が顔を出してきました。これ右バレてませんよ。ショーティーラズ一人仕留めてからのランデブー、一旦引きます。さらにヘッドハンターに持ち替えて二人目を狙っていくか。エコラウンドのゼータ、人数差はイーブンです。4対4ぐらい早いです、ね、ショップ。さあ裏はマンチキンが対応、裏詰めをしてきた天を仕留めました。ただこれ今の状況ですぐにまとまってどこか攻めると武器拾われる可能性もあるので、うまい。ヘッドがまず1人、2人目中央でキャリアダウン。それが神の子の力、スリフティ。あ、早めに切りましたね。はい、シーカは10です。ディフェンダー側のシーカ、ようこそ私の世界。うまい。さあここでネスがダウン、ジャンプ。メイ、ここは瀕死状態の10をクラシックで抑えました。さあ顔出しところ、ポポガチがクロを抑えます。ネスが戻ってくる、起こしたところ再びダウン。寝とけネスと。デップがさらに落としました。さあバイパスピットを放っているのはアステルです。設置までは持っていけそう。そのスモークを抜いてるのはラズ。囲まれてますし体力かなり持って帰ってますね。アステルは瀕死の状態、人数差は3対3。どこに粘れるか、うまい。メイが倒す、残ったのはラズ。ワンオスリーです。2人でフォローし合った。さらにメイン側、ここはラズがいるのは分かっていたので、スネークバイトの時間を稼ぎます。抜いていたので場所はバレています。毒のバイパースピットの右側を通り、後ろを取った、ワンオツ。バイパーの位置が分からない、最後は捨てる。出してますね、これもリテイク。ゼータディビジョンがここからどのようなリテイクを見せるのか。リコンボルトはしっかり破壊、そこに合わせたハンターズフューリー、当たってる、抑え切った。マンチキンがそのハンターズフューリーで逃げていく、クロを抑えました。シュガーゼロがマンチキンを倒す。さらにはラズがメインを落とした。塀の上から設置後早めの取り返し、この動きにクリジラ君が対応できていません。クリーン裏からネス、ポップラッシュからフルオート、かなり持っていった、3人は持っていけない。アステルがすぐさまカバー、ワンオーツーです。残ったらラズ、これ持ったより手前に来てますね。ラズの位置が分かっていないか、武器は持ってない。後ろからポポガンの中で非常にクレジット状況厳しいんですが、その中で各、選手がやれることをやった。特に今のゼータの抑え方、意地を感じさせるような、そうですね、選手のなんか感情がすごい伝わってくるラウンドになりましたね。あ、絶対にここは打ち合いを持って、素晴らしいね。それと同時にゼロポイント、ゼロポイントを破壊できています。アビリティを使用可能、ランデブを設置して、お互いのスクリーンが十字で切れてます。その隙からマンチキン、メイ、そして手がダブルキル、ネス、メイ、キルを取ってのワンオンスリー、残ったのはラズ。さあワンオンスリー、マッチポイントのクリジャー君、このラウンドは落とせません。取るしかないのはラズ。甘えません、クリジャー君。位置分かりましたね。相手はクラッチキング、フラッシュは避けている。桜バンドル1人2人、はい、ゼータディビジョンとしてはもう A 詰めてますかね。はい、逃げれないか、2人で抑える。ここは裏を取られる形になりました。ポポガチ、アスラなんとか1人倒しきりましたが、クローがセカンドキル。これは A 展開も考えられるが、すでに B サイトそのまま取って3人で設置、 A 行きませんでしたね。問題はネスがショーティーのままなので、どこで抑えるかですよね。そうなんですよね。ディフェンダーサイドの方が悪くんですか、アタッカーサイドのショーティーでした。さあシリク、うまい取り、ここはしっかりメガカバー、素晴らしい反応です。ショーティーで飛び込むです。そこを抑えたのは10です。2対2、どうだ、スモクルキー10、メイを抑えてのワンオーツー、残ったのはマンチキンです。解除には入られてる、ハーフを超えてる、ハーフを超えてる、抑えたのだ、おっ、ステイド引いた、ワンオンワン、ハーフが過ぎて落とした、マジで投入できています。お互い A のメインの取り合いですが、クレイジラ君が確保、デップが下水道側からメインを抑えます。下水道側ショート側をクリアリングしていきます。銃先見えた、デップの位置強いですね。いや素晴らしいですね。ドライピークに対して強いポジションでしたね。そして下水道側は天が抑える、クレイジラ君挟めません。
かもクローがヘッドにして下がってフォルトラインも打てる。二段構えですね。スパイクは落ちています。スパイクを回収したネス1オン4上下2段でこのまま勝負しますかね。あ、体はみ出てた。体力は8。ダーカバーで一つの射線を切って上との勝負。クローここは最後壁にてネスを抑えてラウンド取り返したのはというシーンでした。さあここはお互いが倍。あ、ネス映りましたね。エンドメインの取り合い、デップがエロングを詰めていました。デップは先ほどが強気なポジションで守ります。おっと、おギリギリ見えなかったか。それで C が打ちますね。挟まれて打点、 A サイトに取り残されました。ここは C カーが当たったところ、クローのカバーが入ります。リゴンボルト、ポンコカチのショックボルト、そして天はまだまだ A サイトに残っています。味方の寄りを待ちますが、メイがその天を見つけて仕留めます。サイトの裏、クロー抑えたらメイ落ち着きたい。かなりサイトなんか渋滞起きてますね。そうですね、ポポカチメイがフラッシュを食らっていました。正面からステルがラズを抑えます。ワンオスリー、残ったのは取り返しシュガーゼロ。正面ワンオツー、あと30秒、位置はバレています。それでも強気にピークリック。体力破壊、アロンボット破壊、体力82、スターは2つ、ロックダウンの準備はできている。アッセル、お、安全に使うか。逃げた方がいいかも、ね、ロックダウン、それと同時に出たシュガーゼロ、ワンオワンだ。これはどうなるか。ナノスワームもあります。ここは一旦引くしかありません。ハーフいけないですね。ハーフまでいければというところでした。ロックダウンは終了、高速がゼロ。スパイク中にスモークを読んでいる。 CN のナノスワーム赤い、ハーフいった、クラッチなるか。あ、止まった、アッセルも止まる。間に合って、再び解除、どうだ、間に合って、どうだ、望むシュガーゼロ、おー、解除は成功だ。3人抜きクラッチ。デップ10、シュガーゼロが A メイン、逆にラッシュを仕掛けます。防衛側が攻めていきます。あー、出たポポカチ、ポポカチ返したのは天、返したのは天、天らしい打ち方ですね今の。そうですね。そしてフロムザシャドウズでネスが A サイトの奥に飛んでいます。天は挟まれている。手前のシーカー破壊、飛び込んでいって、この時間を稼ぐ、まだ時間を稼ぐ、なんとか挟み込んだ。クラシックで抑え込んだマンチキン。ネスが飛んでいますもんね。そうですね、うん、手前をネスが飛んでいたので安全に設置いきますね。ただ裏が思ってるより、ああでもそうでもないか。黒はゆっくりロングを進みます。フラッシュ、あ、反応しなかった、しなかったですね。これはあるかもしれないですね。どう反応する、いやロング、これ警戒心薄いですね、かなり。1人、あ、仕掛けるウィンドウで引いて自分の戦いたいポジションで待っているのが逆にゼータディビジョンとしては分かりました。ラズがすぐさまロックダウン、 A サイトへの侵入はさせないように動きます。そのロックダウンを破壊するポポカチのハンタースキューリー、破壊には成功です。ラズに、ここでラズも持っていきましたが、デップクロー、クロー、クロー、3人抜き。今回やはり A ショートを見れていなかったのが効きましたかね。で、あのドローンを聞いても多分デップがある程度 A っぽいよっていう方向でかなり寄れてましたしね。最後はスイッチ、デップがヘイトを買い、最後締めたのは守り側のデップです。 A はほぼほぼないよという情報をすでにゼータディビジョン持ってます。あえてダブルドア出たのはラズ、ネスを落としました。いや、またここでネス落としたの大きいですね。2、3、3、1、アフターショックが来るがマンチキン、体力は5残りました。テールウィンドルでうまくバックリング、正面からの勝負、シュガーゼロ早めに勝負、スターを設置、解除に入ります。それと同時にナノスワームをもらっていますが、ハーフまで持っていた、ね、そしてローリングサンダーをすぐさま打ったのはクローです。いや、このハーフまで持っていくの偉い。さらにガチ解除、解除は成功しそうだ。ショックボルトは間に合わず、そうですね。さあ、このショックボルトはナノスワームを破壊するためのショックボルト、シュガーゼロ一歩引きました。ラズ、シュガーゼロが C サイトを守る。お互いワンオワンのトレード、ラザバレていない。スパイクドロップ、クラッシュをもらってしまった、うん、横からメイ、クロー、ポコガチとカバー早いですね。2オン2、おすでにデップも C サイトに入っていた。ポポガチの勝負、ナノスワーム渡った点、渡った点、ダブルキル、アステルのナノスワームの上をガレージからプレッシャーをかける形になるのかどうか。おー、うん、ポコガチ引こうというところですね。デップが下水道ショートが詰めていました。ガレージ C ロングバサミ、クレジラ君は C を狙っています。さあ C カーとともに詰めていく、残り40秒、ただ C3 です。フォートライブ入ってきた、シュガーゼロがまだ C のステージ上に
ラスもいる、鉄壁の C ゼータディビジョンハタね、早めに、はい、うん、お互いにロックダウン、まあ、ラストラウンドですからね。 A 遅れ、 A には入るな、お互いの気持ちがこもったこのロックダウン。この会社どこかで見たことありますか。ありますね。さあディフェンス側が1人捕まえています。すごいとこまで行ってますね。シュガーゼロタレット破壊、シュガーゼロ、これで裏が来ているよというのはクレイジーラックも分かっている。もう進むしかありません。お互いのトレード、マチキン、デップが寝そを抑えて、テンがメイ、そしてアステルがテンを抑えました。2対2、2オン2ですが時間ないですね。これさらにはデップの位置はある程度分かってはいるかもしれませんが、デップ選手が時間を稼ぐ、ちできるのかこれ。残り5秒、設置ないとアステル、残り1名、いや最後はデップだ、うん、ウィンドで侵入です。B サイトのエントリー、そのまま設置完了、そこをカバーするのはテンです。最速の設置でしたね。ラズがナノスワームをスパイクの上に、裏はタレッシュ、シュガーゼロがしかもミス、ガレージはランボット、さあすでに B 取り返しということでクレイジーラックの3名が入っています。パラノイア、ネスが勝負に出る、ショーティーで1人、うん、ただラズがカバー、テン、メイ、クロー、そしてアステルとキルを取り合っての2オン2、ポポカチがピーク、このグラビティブルがやっぱり強い。シュガーゼロ体力100、解除されてないのは色で分かっている。ラズがポポカチを抑えて1オン2、残ったのはアステル、時間がありません。やや体が若干隠れているかにも見えますが、わずかな隙間、そして最後は壁抜きでシュガーゼロが、ここはリテイクになりますね。クレジラ君としては、ね、はい、無理に顔を出しません。ポポカチ味方を待ちました。昨日はリテイクがかなりうまかったんですけども、いやデップ強いたポジション、これ多分リテイク対策しますね。ヘブンした、完全に入ってないです。さあスモークでうまくフラッシュがもらわれないようにお互いトレードを放っていきます。メイン下水道での勝負、フラッシュが刺さっている、クローブ飛び出ますがそこを抑えたのメイン、残ったのはシュガーゼロ、ロング側です。再び会場に、あっと見つかってはいない、逃げ切れない、背中を捉えたらポポ勝ちです。お互い対応がすごかったですね。あとはこうクローのアビリティ今回フルで残してるん で、はい、でここで設置することによってローリングサンダーがありますね。さあパラノイアを返したので、おそらくクレジャー君はここからの取り返しになります。ローリングサンダー早めに切った、この早めに切ったことがどう構成すか、うん、挟みに行ったゼータディビジョン、クローのローリングサンダー無駄にしません。仕掛けるのに仕掛けていきます。さらにフラッシュ、ここはメイン4人抜き、ワンボイツ、シュガーゼロは裏を取っている、シーカを放ちました。1対1、シュガーゼロの位置は分かっている。あーメイとシュガーゼロのワンワンだ、プレッシャーをかける、再び接触鳴らす、いやうまい、ダンスがない、ダンスがない、グラビティシュガーゼロが上手すぎる、少人数戦は任せてくれ、これがシュガーゼロだ、これがシュガーゼロだ、うますぎる。ゼータディビジョンとヘイボン戦略しました。ファーストブラッターメイン決めていますから、スムーズに設置までいければアルティメットを一気に使ってというのも考えられますね。さあシーカーロックダウン、その前に出ました、恐れませんマンチキン、ラズがカバーしてのトレード、 A サイトに設置は完了、3対4。しかしクレイジーラクーンの取り返しの精度、リテイクの精度が非常に高いですからね。そうですね、はい、あと人数有利ではあるんですが、オールドローンとともに顔を出させないようにアフターショックを打っていましたが、さあこうスポーン側ですね、お互いのトレード、一気に入った、2対3、残ったのはラズクロー、長らく寄り添ったこの2人、連携を見せれるか、会場はハーフまで行っている、残り1名、どうだクローが眠った、次はラッサ、最後はメイ視点だとどうしてもサイトを取ったのは良かったんですけども、はい、ガレージも、なんだろう、全員がサイトの内側、いわゆる奥の方に入っている状態だったので、はい、ガレージから車線通されてるとロングに引くみたいな動きとか広がったポジションっていうの、うん、足音は聞こえています。1人を捉えてテルウィンド、クラウドバーストで一旦距離を取ります。おーフロムザシャドウズで映画に寄りましたね、すぐさまカバーに入ります。マンチキンショーティーを持って敵とのインファイトを望むところなんですが、メイがカバーに来たところシュガーゼロが倒す、これ危ないです。そしてシュガーゼロ距離を取り合って2対3、おっと天がポカチを落とします、武器も取れそう、ゼータディビジョンチャンスの時、オペレーター奪った、まずは取り返し、アステルのロックダウンです。スパイクも持ってる、30秒切りました。 A ロング端に一
旦避難してロックダウンが終わるのを待ちます。展開もあり得るのでこれはネス下がるしかないか。そうですね、ネスは今のさっきのロックダウン相手の動きを見て C サイトに行きました。残り10秒。さあこのフラッシュの音を聞いて接地音を聞いてアステルが A の確定という話をします。このチャンを出しました。とか壊されない限りは相手のポジション限定してるんですよ。そうですね、右のラインはないと。あのヘブン下がないんですよね、まず。そうですね、ヘブン下下水道のラインがないというのは分かっています。サイト裏もしくはロング、相手のスモークをうまく利用して天が張り付いている。これは一人二人見てます。そのままエントリー、ラズがここはショーティーランデブーで一旦来ます。味方と合流。ここがチェンバーの強さです。ネド配置、一旦足を止めてまた相手が顔を出してくるのを一旦待つクレイジーラ君です。そのままネスが設置、ショックボルト、スネークバイト合わせてる。これ設置止まりましたね。お、このタイミングで一気に取り返す。はあ、ここも設置をさせない判断。ただラズは距離に強い武器がない。そうですね、4対3。シュガーゼロがマンチカを落とします。4対2。詰めさせない、設置はさせません。そのまま1ラウンド目を合わせて入っていきたいことは確かです。クローが足音を立てましたね今。そうですね、引いた足音を立てて戻りました、はい。そしてピークしないゼータディビジョン、あと30秒確定する。発信のアイザー、さあリコンボルト飛び出たね。まずは1人、はい、ディスミスで引いて後ろはネス、設置まで入りました。隠れてたシュガーゼロ、どうだ、そう空調落とした。メイポポガチとキルを取って1本返した。 A サイトには入れている。テンマンチコ落としますがメイがすぐさまカバー、そこをカバーしたらラズ。4対3、クレジラ君は3名です。ナノサーブ、いやーエンプレスを使用したメインを落としてランデブー引いていく。ナノサーブも受けませんからね。残り10秒です。タレットを設置してそのままで、これだけ人数差があると無理してでもアステルがこう前に出て勝負しに行くしかないんですよね。人数差を埋めるためロックダウン、そのままタレットだ。おっと1人、理想的な始まりができてる。ここで一人しまいます。ロックダウンを破壊していた、ラズも抑えた。2対2。あー一瞬打った残り、チューブした。アステルは引けませんでした。ワンオツーです。あーさあ最後はクロー、ネスを抑えてラウンドを取った。にバイパーズフィットする、ショックボルトが飛んでくる。設置はまだできていません。ただ設置音は立ったんですけど、これネスこのままじゃ設置できないですね。視界が悪い、あえて迷惑顔を出した。黒シュガーゼロスパイクも落ちた、アステルが飛び込んでいく。シュガーゼロを抑えました。3対3、人数が少ないので迂闊に設置いけませんね。マチキンが合流、上を鉄砲を抑える。うまい、下はダメージ効果強い。マチキンは2人目、残ったのはラズ。ワンオースリー、ヘッドハンターに持ち替えて、見えた姿が、バイパス見て降りるかというところ、マチキンがすぐさまカバートリップに成功。先にナノスワも使わせました。ああ使ったんですね、失礼しました。はい、うまい、そこをアップダウンとデップがマンチキンを抑えます。さあデップが滑ってくる、クラシックでも抑えていく。メインの後ろをつきました。スクリーンが上がっていたのでカバーはできませんでした。クレイジラ君人数いいですね。5対3、正面にはタレット、ボイズローブ展開、詰めるデップ、タレットは天に反応しました。天がバリアオーブから解除に向かいます。ただスネークバイト、ハンターズキュリーが来る。残り1名、ハーフまで行けていません。いやうまい、ただそこを食って攻めていったのはデップです。4人抜き、せっかく慣れてきたのにっていう。ここも面白い、デップマンチキン上からデップ、勝負どころというのが本当に弱いです。ドローン破壊、お互いのデュエレストが見えている。メイが見えてデップが見えて、デップは一旦壁裏に、ラズはすでに A サイトの裏まで取れています。リザレクション生き返ったところシュガーゼロ、そして落として天が1人1名倒しています。4対3、いやすごいハイレベルだ、深くまで入れている。セーグバイト、ここでまた一旦引く、設置を鳴らしてそのまま設置に入ります。ネズの体力が削れている、カバーするのを忘れる。ポイズクラウド、ラフターからの視線を切ります。デッパーラフターした、ラフターしたからも行きにくいですから。うわ逃がさない、ここを逃がさなかったのはラズ。すでに正面味方と合流していました。残り1名、正面からデップ、アステルを抑えてのワンオースリー、残ったらポポ勝ち。まずは1人ワンオース、
横からすぐさまクローのカバー。ステンクジラ君さすがずっとエールですね。さあ距離を持っていたデフ下での勝負、視界が悪いながらメイが一人で来ました。オーバーヒールエンプレス詰めていくか。ショックボルトが飛んでくる。一旦リポジショニング。天は顔を出しません。味方を待ちます。ようやくこれミッドを使っているので、そうですね、楽しますよね。アステルが、そのアステルがラズと出会う。お互いハンドガン、勝利したのはラズ。アステルを抑えました。3対4 ここよ。これですと少しリテイクに時間を使わされてしまったらゼータディビジョン。まずは天がメインを襲します。十分なチャンスになるでしょう。2対4残り縛れた。2段のシューガーゼロが持っていく。そのどこからどう打てばっていうところもね、ハッピーでしたしね。あの天も今 A サイドを詰めないといけないっていうね、あの判断も早かったですし、ラズがセンターを打ちました。ファーストバットデップを抑えました。すぐさまカバーに入ったら天アップドロット中のマルチキンを抑えました。待ったなしのバイパースピット。ただ位置が見つかってしまったのでアステルとしては一旦引きます。距離を取った。どちらにしても6段ありますからね、この間に設置はいけるでしょう。どこに置くか。さあここからセンター取り返し、移動しながらも点ヘッドショットでメインを抑えました。おっと落ちてるぞ。かなりアステルが抑えられてしまうとバイパースピットがなくなります。2on4また人数差です。あえて出る顔を出すところ、クローがネスを抑えます。さあ残った1名ポポガチも点が抑えるトリプルキル。ラズはツールドフォースで D を通しています。バーストバラターテップ A でキャリアダウン。まずポイズンクラウド、これはクレジラ君先ほどの成功例をうまく生かしていったところなんですが、早めの取り返しテップ。2人目そこをカバーしたのはメイ。4対3取り返し。ゼータディビジョン1名多い状況との取り返しです。そうですね、人数が多いので足並みを揃えてまた取り返しに行くと思いますが、あのポポガチが深くハンターズキュウリ、会場を聞いてのハンターズキュウリだと思いますが、時間を稼ぎたいところです。おスペクワイト渡ってメイ。こういう大胆な動きが必要。おーさあディス逃げられないぞというセリフとともにメイが落ちていきます。ハンターズキュウリポポガチ残り1名2人押さえての 1on1。 会場は入っている。ちゃんとバリアオブもある。さあそのまま解除成功で9対3、ね、この新しく追加された裏を落とされた、はい、正面デップドーネスヒルを取り合って2階に上がってきたところ、マンチキン仕留めたかったんですが天が抑えます。これはメインイベントでも見せた設置したんですよ。そうですね、ポポガチのショックボルト。ポポガチのショックボルト本当にうまいですね。ガチです。さあ後ろから側にいたシュガーゼロがネスを抑えて、アステルがそのシュガーゼロを抑えました。お互いのトレードが続いてのワンオツ。残ったのはデップ。いやショックボルトが攻撃だ。タイルが45スピードデップヘッドショット楽勝という、まあ、さらに、ゼータビジョン攻めやすくはなりますが、そのまま前に攻めそうです。あとは警戒できるかどうかですね、このマンチキンの位置に。まずは1人2人クルドマスを時間を稼ぐ。素晴らしい動きだマンチキン。上からのテールウィンド入ってくる。デップに対してアップドラフトで少し避けた。いやジャンプして対空か。うわーここはマンチキン3人抜くからのネスのカバー、ね、そうですね、はい、ただ問題はアステル側その抜けをちゃんと抑えているので見てますよね、はい、顔を出してきたラズを仕留めます。先ほどと違うのはゼータ、ドローンの音聞かれてる。B の正面もありますが、シュガーゼロ前に出てポポカチを仕留めます。うまいですねこういったプレー。ここで4対3カルビー、うまい。ここがユキダルマン入れませんでした。ゼータディビジョンそのまま B サイトをこじマーク2つも置きました。さあネスが上から勝負。まずは点マンチキンを抑えます。3対4裏まずは1人エンプレス使用中。メインに上がったか。もう1人持っていければ上がってる。スローがかかりながらも前に出る。ただ足並みが揃えられるかどうか。違うか防いでいます。うまい。わおっすショックボルト勝ち。ショックボルトか間に合いますね。間に合いますね。ちょっときついんじゃないですかね。そうですね。まあ、今の取り返しはどうですかね。正面裏、いい形でタイミング的にも良かったですね。はい、ただ人数自体はかなりきつかったので、はい、正直いかにキルが取れるか。さらにそこよりも一歩前に出ています。デップ。いやよくここ今引けましたね。はい。ラズが逆サイドからマンチキンを仕留めています。メインここはあえて顔を出した。そしてディスペースで引いていく。人数そばいいな。さらにポポカチが抑えた。待ったらしのハンターズよりポポカチが相手を仕留めきれるかどうか。よっていう話をできてますよね。なんならこれスローで中入っていって、ああここネスを抑えたのはシュガーゼロ。3対4あえて出る。これはでかい。アステルを抑えたシュガーゼロ。
さあ、返しました、これは強い、倍返しだ。さあ、12対5マッチポイント、追い込まれたのクレイジーラックン、2オン4です。シュガーゼロ、ジャッジだ、3人抜き、残ったのはボボ勝ち。背中を、いや、入るしかない。いや、ギリギリ見えてない。見えないか、見えた、見えた、見えたかな、押された、ワンオースリー、行くしかありません。キャンセル、リコンボルト、リコンボルトも帰ってくる。いや、強すぎる、ショックボルト、矢が倍で帰ってきます。正面最後はクロー